ダメです。もっと他のものを探しに行きましょうね。やだ、私はハルカちゃんのグッズが欲しいの。ハルカだと。ハルカちゃんのグッズって言ったって、そんなのもうどこにも売ってないじゃないの。探せばきっとあるもん。ハルカちゃんのグッズがいいんだもん。売ってたとしてもハルカちゃんはダメよ。あの子のお父さんは悪い人なの。そんな人の娘さんなんていい子なわけないでしょ。ママだったらもっと他の子を応援したいな。ママはハルカちゃんのお父さんに会ったことあるの？え？あるわけないでしょ。ママは会ったこともない人を勝手に悪い人だって決めつけちゃうの？もしかしたらいい人かもしれないよ。もう何を言い出すのよ。変なこと言ってママを困らせないで。そんな悪い子もう知りません。まったく、ヤクザに育てられた子がいい子なわけないでしょうに。あの子、ハルカのファンだったのか。なんだ、秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスって金貸しをやってたやつなんだが、最近ここにいたらしいんだ。あんた、秋山さんの何？古いダチだ。あんた、秋山を知ってるんだな。今どこにいる？さあね。何か知ってるなら教えてくれ。俺は桐生ってもんだ。秋山に大事な用がある。あんた、桐生って、もしかして桐生一馬？そうだ。おお、本当か？いや、確かに間違いねえ。ずいぶん前テレビで見た顔だ。ニュースになってたよな、3、4年くらい前。ああ。秋山さんもあんたの話をしてたことがある。そうか。あんただったら秋山さんも会うかもな。秋山の居場所は知ってるんだな。どこにいる？このすぐ近くだ。案内するが、その前に一つ頼みがある。聞いてくれるか？なんだ？そこのコンビニで弁当を買ってきてくれ。うん？それだけか？それだけだ。俺は毎日飯が食えればそれでいい。長年ホームレスやってるとそんなもんだ。わかった。ちょっと待ってろ。いらっしゃいませ。今の声誰よ？女の声がしたわよ。ありがとうございました。買ってきたぞ。ほら、弁当だ。すまないな。ああ、腹減った。食った食った。久しぶりのごちそうだった。それじゃあ約束だ。秋山さんの居場所を教える。確か、
このすぐ近くと言っていたな。ああ、すぐ近くだよ。この下に降りてみな。なるほど、こういうことか。秋山はこの下にいるんだな。行ってみりゃわかるよ。秋山か。うん、あれ、え、キリュウさん久しぶりだな。いや、まあその、あ、どうぞ座ってください。見ての通り大したお構いはできませんけど。探したぜ。スカイファイナンスは閉めたんだってな。まあなんだか中国マフィアに目をつけられちゃいましたね。とりあえず休業中です。このままずっと引き下がってるつもりはないんですけど。話は聞いてる。いろいろ大変らしいな、今のカムロ町は。ねえ、町がこんな状態なんで秘書の子も一旦里に返しました。商売上がったりなところにあの子まで危険にさらすわけにはいかないもんで。そうか。でもお前は思ってたより元気そうだ。キリュウさんもようやく出所されたんですね。しかし何でまたカムロ町に？お前に会いに来たんだ。お前ならハルカが今どこにいるか知ってるんじゃないかと思ってな。ハルカちゃんは？え、朝顔に戻ってるんじゃないんですか？そうか。お前にも遥の行き先は分からないか。すみません、キリュウさん、せっかく沖縄から来てくれたのにお役に立てなくて。いいんだ、お前の状況も知らずに俺が勝手に押しかけてきた。これからどうします？もう少しカムロ町で遥を知ってる人間がいないか聞き回ってみる。俺も自由が利けば手伝いたいんですけど。いや、無理すんな。あいつら一番後ろのやつはエドって呼ばれてます。最王会のメンバーで俺を探してます。エド、文句言うわけじゃないんですけど、キリュウさん、つけられましたね。あ、目そらした。今日カムロ町に面白い男が現れたと聞いてたが、そいつを追ってきたら秋山さんまで連れたよ。あいつ、お前が逃げ回るほどの相手なんか。まあ、会社畳んで下水に引きこもりたくなる程度のやつです。見違えたな、秋山さん。前からおしゃれだったが、もう私のような凡人には理解できない着こなしだね。そしていちいち尺に触ることを言うんです。秋山さんのお連れの方。なるほど、雑魚じゃ相手にならないわけ。お前、
桐生一馬だね。東女会元四代目会長、二つ名は堂島の理。日本人ヤクザの英雄だ。我々のリストにも名前が載っている。桐生さん、無所で体なまってないでしょうね。どうだろうな、朝のラジオ体操は欠かさなかった。健康的ですね。哀れだが、極道は死に場所を選べないものだ。二人ともドブに沈むがいい。連中だ。一人を相手に二人がかりとはな。よく言うよ、そこに倒れてる四人はあんたのお仲間だろう。今日のところは挨拶だけにしておく。だが二人とも必ずまた会うぞ。正直、俺一人で手に負える相手じゃありません。一緒にいたのが桐生さんで助かりましたよ。ああ、それでもピンピンして帰っていきやがった。マフィアってのはあんなのがゴロゴロいるのか。特別な奴だと信じたいですけどね。何にしてもこの隠れ家はもう使えません。外に出ましょう。いやー、やっぱり太陽の下はいいですね。空気もうまい。すまなかったな、秋山。せっかくの隠れ家を台無しにしちまった。構わないですよ。ちょうど寝るのに飽きてたとこです。それよりここを離れましょう。またエドが仲間を連れてくるかもしれない。
伊達さんからだ。ケリュー、今どこだ？カムロ町にいる。児童公園で秋山も一緒だ。そうか、二人とも今すぐ東都病院に来られるか。うん、悪い知らせだ。俺もまだ詳しく聞いたわけじゃないんだが、遥がカムロ町で事故に遭った。生きるか死ぬかの怪我だ。どういうことだ？遥カムロ町にいたのか。え、とにかく話は病院で。いいな。ああ、ちょっとキリュウさん。